みんな疲れっぴー、ムキだよ。はい、今日もガチャやっていきます。それでは説明を。金額、ジャンル、種類、この3種類のお題を1つずつ取っていって、そのお題に全部当てはまるっていう景品を取っていきます。それじゃあまずは金額から。1000円。次、ジャンル、ディズニー系。種類、雑貨。それでは1000円のディズニー系の雑貨取っていきます。はい、じゃあ今回挑戦する景品はこちら、キジーの保冷バッグ。それじゃあね、早速ちょっと非常に珍しいディズニー系が出たので、こちらやっていこうと思います。それでは1回目いきます。これ1回さ、なんか下の台が気になるんだよね。なんだろうこれ。まあ1回普通に持ち上げてみようかな。なんかめっちゃ斜めになったんだけど。え、何これ。ちょっとよくわかんないこの台。何これ。でさ、なんかピンポン玉のさ、下の床の部分なんか固定されてるからさ、下動かそうにも動かせないんだよね。てっきり最初は初見でさ、ずらすやつなのかなと思ったんだけど。なんか難しいなこれ。一回さ、ちょっと奥側狙ってさ、滑らせるように持ってみようかな。違うか。で、なんか今気になったんだけど、ここに景品を手前に寄せようって書いてあるのね。で、手前に寄せようっていうのは分かるんだけど、どうやってやるんだろう。とりあえず手前側を狙って寄せる感じなのかな。やってみよう。じゃあ行きます。で、なんかね、この台ね、曲がるんだよ、若干アームがねじれるんだよね。ちょっと今のはうまくいかなかったけど、こんな感じでちょっと手前側スレスレ狙う感じでやっていくのかな。あ、なるほどなるほど。アームが結構思ってるより奥にあるんだよ。だから必要以上にやる、奥へやる必要はないのかもしれない。おお、来た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 。こんな感じでやっていくのかな。なんか違うのかな。どうかな。めっちゃ不安なんだけど、キワキワすぎて。なんかちょっと前進んでるよね。合ってんのかなこれで。あー、どうなんだろうこれ。嘘、ずっとさ撫でてるだけなんだよね。次10回目いきます。ちょっと奥狙ってみようかな最後。いや手間、いや、あー、これで滑る感じで、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 はい、ちょっとね、もうちょっとちょっと見てほしいんだけど、今ちょうど斜めになってるね。だから上目の方を狙って滑らせる感じでやっていけばよかったのかなって。どうやって撮ればよかったんだろう。ちょっとね、後でここの店員さん、みんなアドバイザーの人がばっかりだから、ちょっと後で聞いてみようかなって思います。それじゃあ今日はここまでです。ちょっと残念ながら撮れなかったんですけど、見てくれてありがとうございました。またムッキーの番が来たらお会いしましょう。それではバイバイ。こんにちは、しまちゃんです。今日は実はムッキーくんが先日撮った景品でこれ取れないんだよっていうのがあって、しまちゃん助けてくれっていう連絡があったので、今回はその景品を簡単に説明していきたいと思います。で、その景品がどんなものかというと、これです。
のプレイバックになります。このヌッキーくんが苦戦したこのプレートオートバックの取り方なんですけど、これは手前を狙えば大丈夫です。この端にテープがついちゃってるんで、真ん中を狙うとこう引っかからずに撫でるだけなんですね。なんでこの前の引っかかりがある部分を狙っていきます。ギリギリを狙っていきます。で前を狙うことで前を引っ張ってちょっとずつ前に出てきます。アームがちょっとねじれる性質があるので景品が曲がってしまうので、できるだけちょっと気持ち前を狙うのがポイントです。前に来ました、はい、そしたらちょっと斜めでアームが届かない位置にあるので、ちょっと後ろあの角の部分を狙います。できました。こういう風にやっていけば皆さんは楽々ゲットすることができると思うので、ぜひ挑戦してみてください。ヌッキーくん、これどうでした？じゃあヌッキーくんも次回やるときはこんな風にやってみてください。じゃあ今回はこういう風に景品をゲットしてみました。じゃあ今回はここまでです。以上、しまちゃんでした。ありがとうございます。みんな疲れっぴー、ヌッキーだよ。はい、今回は皆さんにお知らせがあります。今まで LINE の方でお知らせとかクーポンとかやってたんですけど、今月9月いっぱいで LINE の方終了して、10月からアプリの方に、エブリデイなアプリの方に移行させていただきます。なので皆さんぜひダウンロードしてクーポンとかお知らせとか見てください。それでは以上、ヌッキーでした。バイバイ。